さあでは早速なんですが、皆様から一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。主人公ミーボーを演じましたノンさんからまずご挨拶をお願いします。はい、ミーボーを演じさせていただきましたノンです。皆さん本日はお集まりいただき、映画見に来てくださって本当にありがとうございます。この日を迎えられてとても嬉しいです。楽しんでいってください。ノンさんありがとうございます。さあ続いて、ミーボーの幼馴染で大人になってまたミーボーと再会するシングルマザーの桃子を演じられましたカホさん、お願いします。はい、皆さんこんばんは。桃子役を演じましたカホです。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。もう本当にノンさん演じるミーボーがとても愛おしくなるようなそんな映画だと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいっていただければと思います。よろしくお願いします。カホさんありがとうございます。さあ続いてミーボーの高校にいる不良集団のリーダーこと総長を演じました磯村勇斗さん、お願いします。はい、皆さんこんばんは。総長です。総長の、磯村勇斗です。本当に本日はお集まりいただきましてありがとうございます。後ほどね、映画見てくださると思うんですけれども、本当に心温まる映画になっていると思いますので、今日一日幸せな気持ちになっていただけたらなと思います。本日はよろしくお願いします。磯村さんありがとうございます。さあそして原作者かつミーボーのモデルであり、近所の不思議なおじさん漁業おじさんとしても映画初出演をされましたさかなクンさん、ご挨拶お願いします。はい、こんばんは、さかなクンです。いや本当になんかこの日がなんかこうやって私も舞台に上がらせていただけるなんて、これは夢じゃないのかという、もう本当に、いや、本当に幸せな気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。今回は漁業おじさんとして、はい、参加させていただいて、本当にありがとうございます。もう映画、さかなクンは、むちゃくちゃ幸せな気持ちになれると思います。はい、では、この感動、またご一緒させてください。ありがとうございます。さかなクンさん、ありがとうございます。初出演ですから、初舞台挨拶とご出演作ではなると思いますが、よろしくお願いします。お願いします。ではそして本作の監督を務められました沖田修一監督、最後にお願いします。魚の子を監督しました、沖田修一と申します。すごいこんなに広いところでたくさんの人に見に来ていただいて、もうここに入ってきた瞬間にわーっと嬉しくなってしまいまして、ちょっとドキドキしておりますけれども、映画素敵な映画になったと思ってるんで、よかったらゆっくり楽しんでってください。今日はありがとうございます。沖田監督ありがとうございます。さあ今日この舞台挨拶なんですけれども、 YouTube でも皆さんご覧いただいております。 YouTube のカメラどちらでしょうか。ちょっと皆さん手を振っていただいてもよろしいですか。センターですね、センターのカメラです。 YouTube ご覧の皆さんありがとうございます。はい、ではここから映画についてたっぷりと伺っていきたいと思いますので、マスコミの皆様恐れ入ります、ここからのフラッシュ撮影はご遠慮いただきたいと思います。よろしくお願いします。さあまずですね、ノンさん、さかなクンさんの半生を描いた作品ということで、さかなクンさんをモデルにした主人公ミーボーを演じられていますけれども、まずノンさんがオファーを受けた時はどのようにお感じになりましたか。びっくりしました。最初はやっぱり私がさかなクンをやっていいのっていうのですごく驚いて、でもなんかこうなんか腑に落ちたっていうか、あ、もしかしてノンなのかもと思って、はい、ノンがいいのかもってなんかすごく腑に落ちて、めちゃくちゃ嬉しかったですね。以前もね共演別の番組とかでされてた経験があって、はいはい、その時に何かこうお感じになったことがノンさんあったんですか。シンパシーを感じたり。もうめちゃくちゃ楽しい。さかなクンがいるとその場が幸せになるっていうか、ありがとうございます。すごいその時は撮影も後半でみんなでよし頑張るぞ頑張り時だぞみたいな時だったんですけど、さかなクンが現場にいるとなんかみんなの目がピカピカするっていうか、なんかそういうエネルギーを持った方だなって思ってました。今日の舞台挨拶でもそれは本当に皆さんね伝わってると思いますけれども、はい、ノンさん実際に演じられていて、どのようなことをお感じになりましたか。実際に演じてて本当にすごく楽しかったですね。好きなものにまっすぐ突き進むっていう、自分がうまくいってないなって思う時でもそのお魚が好きっていうことが揺らがなくて、それを突き通すから
こう人生がいい方向に向かっていくっていう、そういう希望に満ち溢れたストーリーだし役柄だからとっても楽しかったです。ありがとうございます。そうですね、もうキャストの皆さんが素晴らしかったので、あの桃子役の加穂さんもあの磯村さんともご一緒できててすごく幸せでしたね。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。沖田監督、はい、まずこのミーボーの役をノンさんにというのはなぜ、はい、なぜ、いやもう想像しただけでワクワクしたし、あの僕も腑に落ちたというか、はい、なんかあそういうとてもいいかもしれないと思って、ちょっとなんだろうな、自分でも見てみたいなっていう強い思いがあってノンさんにオファーしました。ノンさんとさかなクンさんになんかこう重なる部分が監督の中でもあったってことですよね。そうですね、なんか不思議と似ているような気がしたというところでした。はい、ちょっと後ほどね、まあ、皆さん役者の皆さんにも聞いていきたいんですが、さかなクンさん、まず、はい、ご自身の、はい、で原作が映画化されるって聞いたときは、いやもう、いや これは夢か幻か本物かっていう、いやでも本物なんですね。沖田監督様に初めてお会いさせていただいて、はい、一行一会の本を映画にしてくださるって聞いたのが去年前なんですよね。そうです、去年前です。去年の月日があっという間にもううわーっと、もうこんな早く巡って、はいでした。去年監督様早かったですね。早かったですね、去年。はい、長いようで早くて早いようで長くて、はい、です。そこでミーボーをノンさんが演じられるって聞いた。いやもうここでキャッキャッキャッノンさんだノンさんだよ、もうこんな嬉しいことないですね。もう、はい、もう超憧れてますんで、はい、もう元気いただいて、はい、最大限の漁業がね今出ましたね。ですね、はい、で監督はお母様にもお会いになって、はい、お母様も、はい、ノンさんって聞いた時はどんな反応だったんですか。お母様も喜ばれてたんで、あ何も違和感はないんだと思って、はい、とても僕も嬉しくなったし、素敵なお母様でした。はい、監督様、お母さんって我が母ですか。そうです、そうです。あ、すいません、いやじゃあごめんなさい、どこのお母様かと思ったらすいません、うちの母もノンさんの超大不満なんで、もうめちゃくちゃやったーって喜んでました。喜んでましたよね、はい、私以上に飛んでました。そのお母様役は伊賀遥さんが演じられているという。それももう嘘って言ってました、嬉しいって。はい、もう親孝行までありがとうございます。感謝感激です。ありがとうございます。ギョギョッとです。今日何度もねギョギョッとが出ますね。加穂さんにも伺いたいんですが、はい、今回沖田監督の作品初出演ということになりますけれども、はい、ノンさんとも初共演でいらっしゃる、はい、現場はいかがでした。いやもう本当に念願の沖田組でいやもうお声かけていただけて本当に嬉しかったんですけど、本当もう沖田さんのこの柔らかい人柄が、はい、現場にもふわっと広がってて、実際撮影に行った日数的には多分1週間ぐらいだったと思うんですけど、そうですね、はい、なんかもうちょっとこの現場にいたかったなってすごく思いました。でノンさんとは今回初めてご一緒させていただいて、なんだろう、もうたくさん言葉を現場で交わしたわけではないと思うんですけど、でもなんかノンさんと一緒にいる時間がすごく心地よくて、なんかとても楽しかったです。で、ね、なんかこうカメラが回ってる時もなんか気抜くとこのノンさんの瞳になんか引き込まれてしまうというか、目が離せなくなってしまうというか、なんかそういう吸引力のある方だなっていう風に、はい、思いました。はい、ノンさんはいかがでしたか。加穂さんとの共演は。もう本当に幸せでしたね。なんかこうちょっともミーボーとモモコとこうのシーンはなんか映画の中でもちょっと特別な感じがあるっていうか、で加穂さんと演技しててなんかすごくなんかこう交わしてるっていう感覚がすごくあって嬉しい。なんかもう多幸感あでも私もすごい多幸感でした。そうね、本当多幸だけに嬉しい
多分そうタコがね、まあ、本当にキーとしてね、あの今日でもいらっしゃいますよね、タコがそのノンさんのお洋服にもね、タコとかちょっとタコがいる、タコがいるんです、そうの中での多幸感だったわけですね。本当にもうそれはでも本当に真実です。はい、カホさん、お二人が、ね、演じられていて大変楽しそうだと思ったんですが、ただ役柄としては、はい、その周りのちょっとほのぼのした空気と比べると桃子は違う空気の中で演じられていたと思うんですが、意識されていたことってありました？はい、でもどうなんでしょう、役柄として、まあ、もちろんなんかちょっとクールな面だったりだとかちょっとこう冷めた部分もある女の子ではあるんですけど、でもなんかこうノンさんとの、だからノンさん演じるミーボーとの関係ってまたなんかこう言葉では言い表せないというか、この二人の関係、まあ、まだ皆さんこれからご覧になるところだと思うんですけど、あ、ご覧になる、ん？ご覧になる前だと思うんですけど、なんだろう、この二人の関係は一体何なんだろうっていうのがなんかこう、なんだろうな、説明しきれないけど、でもなんかとっても素敵なシーンになったらいいなって思いながらやってたんですけど、でもなんかもう先ほども言ったんですけど、なんかこうノンさんがちゃんとこうお芝居の中でこう気持ちのやり取りをしてくださる方なので、あ、なんかこう難しいことを考えずに目の前にいるそのミーボーと対話してればきっと大丈夫だなって、そんな風に思いながら、はい、やってました。なるほど、ありがとうございます、はい、そして磯村さんなんですけれども、演じられたのが総長という役ですが、まあ、不良たちと掛け合いのシーンがもう予告でもね上がっているので、こう断片は皆さんご覧に なってると思うんですけど、本当に面白くて何度も腹を抱えて笑ったんですけれども、磯村さん撮影されていてこう印象に残っているエピソードって何かあったりしますか？そうですね、まあ、今回不良と言っても本当にこう可愛いおバカさんたちっていう言葉が合うような不良たちなんですね。でやっぱり僕含めて結構同世代 の若い俳優たちと一緒に不良をやってるんですけど、やっぱ沖田さんの世界なのでどこかこうクスッと笑えるポイントがやっぱ不良たちの中のシーンでもあるんですけど、どうにか沖田さんに気に入られようとみんなあれやこれやと同世代の俳優たちが自分の武器を出して勝負してるんですよね。でそれは全然いいことだと思うんです、それでやっぱ作品が良くなればいいんですけど、でもそれがどんどんなくなってくるともうお互いこう裏で次あれするか、でもこれは沖田さんにはまるかなみたいなのを実はめちゃくちゃ話してて、なんかこう大喜利大会みたいなのがもう後半始まってたような、そんななんかプレッシャーもあったわけです。やっぱりちょっとなんかいいシーンにしたいなっていうところもあったりして、結構だから壮絶な現場でしたね僕らの中では。はい、そうですか、柳田さんとか、ね、岡山さんとか、そうです、ね、いろんな方その不良の中にいますけどそうなんですよ、どの方も粒ぞろ面白かったんです。そんなことがあったんですね。そんなことがあったんです。すごく、はい、本当にバカな会話が繰り広げられてましたね。はい、沖田さんそう気づいてました？いや全然そんな 今初めて知りました、はい、そんな大喜利みたいなことになったとなってましたね。でもやっぱ結局沖田さんが最後こう出す一言が一番面白いっていうところでもうやっぱ叶わないなっていう、それを言えるっていう喜びもありましたけどね。ノンさんは共演されていていかがでした？磯村さんとのシーンは。あ、めっちゃ楽しかったですね。本当に私は気づいてたんですよ、不良の皆さんがこう話し合われてどうやる次こういうシーンにしようみたいなのをみんなでシーンをこう形作ってるのに気づいてたから、はあ、私も頑張らなきゃと思ってやってましたし、磯村さんとはこうそんなんですかね、なんかすごい楽しかったっていうかすごい絶妙な役だと思うんですよね。ヤンキー役なんだけど沖田監督の演出が普通のヤンキーにはしない演出をかけるから、この後確認してほしいんですけど、その愛されヤンキーで体現されててすごいなって思いました。みんなのこと好きになっちゃうんですよね、これね、多分見ていただくと分かると思いますが、ありがとうございます。さあというところでちょっとここでですね、実は
先日さかなクンさんお誕生日だったということで、ご登壇者の皆さんから素敵なプレゼントをご用意いただきました。ではさかなクンさんステージの前にご移動をお願いいたします。これは本当にあの秘密にしておりましたが、はい、あここですか、はい、そちらにお立ちください、はい、それではスタッフさんプレゼントをお願いします。ぎょぎょぎょ Do you Happy birthday to you Happy birthday dear さかなくん、Happy birthday to you。 すいませんちょっと音ずれました。あどうもお久しぶりです。すいません、久しぶりです。なんとちょっとね、ちょっとメールとかしてくれよ。連絡しないよ。おめでとうございます。あれ、いやさかなくんが、はい、たくん何もなのでちょっとね、これはね、ちょっと広げてみてください。このまま渡しちゃいますけど、はい、それで広げて皆さんの方ちょっと開けてみて、うん、え横断幕なんですが、あれ、いやいやいや、もう準備悪いな。そう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 、それで広げて広げて、そうおめでとうございます。こちらにいる皆さんが、みんな書いていただきました。やったねえ、 ありがとうございます。うわ嬉しい。そうよ、うわねえ、ご登壇者の皆さんからのメッセージ、こんな嬉しいサプライズがあったとは。そうよ、うわギョギョンギョンギョン、いや出たよちょっと、いやいやすいません、何それ嬉しいから倒れたのか、嬉しく、なんで倒れたのかよくわかんないんだよお前の。気絶しそうになったよ。ああそういうことね、嬉しくてね。ありがとうございます。皆さん書いてくれましたよ。やったー、優しい。そして改めてご紹介をさせていただきます。鈴木たくさんお祝いに駆けつけてくださいました。スカジじゃない方です。ドランクドラゴンの、ありがとうございます。すいません、 ありがとうございます。いやー本当見てよ見てよ、ほらコメント、え、コメントは、うん、こうやって皆さん書いていただいたんですから、 ありがとうございます。さかなくんおめでとうございます。今度一緒に釣りに行きましょう、うん、はい、沖田監督様だけに沖釣りにぜひ、はい、うわ、あ、本当にダジャレが好きだからな。さかなくんおめでとうです。これからも、うん、老若男女のヒーローでいてください、のん様だ、うん、どうも、すごいよね、おめでとうございます。ではちょっと鈴木さんもあちらにお立ちいただいて、ミーボーもっとた、え、なんて書いたんだろう、ミーボーもっとバーターくれよなって何これ、それ俺のことだよ、何バーターくれよなって、バーターって何、バーターってミーボーが出る仕事にちょこっとでもいいから俺出させてくれって言うんだよ。さすがたくんだ、一生ついていくから、うん、ありがとうたくん、うん、優勝だね、うん、ありがとう、さかなくんさんおめでとうございます。どうもありがとうございます、うん、あ、総長様だ、あ、さかなくんおめでとうございます。これからもお魚の、お魚の魅力を、うん、なんて書いてある、全然読めないじゃない、教えてくださいよ総長様だ。総長様は魚釣りを始めたんですもんね。そうですね、あ、今度じゃあ、はい、ぜひ、たくんも釣りで大好きですし、そうですね、お願いします。お魚が好きなんで、はい、みんなで行きましょう、うん、したいでお願いします。あ、そして桃様の、どこだろう、あれどこだろう、あった、魚くんおめでとうございます、今度お魚さんのお話聞かせてください。桃子様ありがとうございます。いつでも、はい、おありがとうございます。いつでも全てお読みいただいて、魚くんさん改めて皆さんからのプレゼントいかがですか。感激です、もう本当にもう、いやこんな嬉しい、いやさかなクンやってきてよかった、ありがとうございます。本当にありがとうございます。さかなクンやってるっていう感覚なの、さかなクンやってるっていう感覚なの、突っ込まないでくるたくくん。なるほど、ね、鈴木さんはあの本作ご出演をされていて、はい、かつさかなクンさんの同級生でいらっしゃる、はいはい、そうですね、なんか言うの申し訳ないですけど、あの方確か年齢非公開ですもんね、はい、いやいや制御って言ってるのタク、制御ね、制御、僕も制御なんですけども、同じその学校でしたね、中高と、中学校と、はいはい、中学も高校も、高校はもう前の席でしたね、あのね、よくクラス違うときは体操着借りに行ってね、そう、そう、またかよってこうね、うん、エピソードがね、あいつからこれしか出てこないんですよ。俺結構いろんなこと言ってるんですけどね、そうそうそう、いかに俺が薄かったってことでしょうね。いや、そんなことないよ、はい、いや、そんなことね、たっくん、うん、だって今回もあれですよ、監督様と、はい、絶対鈴木先生役はたっくんですよって、え、そんなの可能ですかって監督様おっしゃる、今すぐ電話しましょうって電話して、はい、プルルミーボーだよって、あ、ミーボー元気かって、うん、で、たくん、ミボの映画作ってくれることになったんだよ、すげえじゃんミボって、すごいよ、そこでたく
くん鈴健先生役やってくださいって言ったら、うん、あいいよってもう本当に自然にそうです ね, ねだったんですね。皆さんもこのちょっとミーボーのことを感じてると思いますけども、この人は落語みたいなことをやり始めますんでね急に一人二役で喋り始めますんでね、たくんがいるのにねそう俺がいるんだよ、たくん役もやっちゃったね、うん、そうねお願いだよ、うん、実際にね本当に鈴木先生でいらっしゃって、はい、鈴木先生を演じられてるのが鈴木さんということ、はい、僕の担任でしたし、さかなクンの顧問の先生でしたね、はい、静岡で、はい、カブトガニちゃんのそうねリーダーカブトガニの時の、うん、もうはそのまんまこのもうまんまですから、ね、このねのね映画ねで中学校もこう あと小学校中学校も同じ学校でそうね、そしてなんなら俺の奥さんも知ってますから同じクラスだったしね、はい、奥さん、いいんだよ名前言わなくて市川さん個人情報だろうがやめろバカすいませんね本当にね、同級生同士のあの微笑ましいやり取りをご覧いただきましたが改めておめでとうございます、ありがとうおめでとうございます、本当にありがとうございます、ありがとうさあではちょっとね上映のお時間も迫ってきましたので、はい、ここで最後にのんさんこれからご覧いただく皆さんに一言いただきたいと思いますが、横断幕さかなくんさんどうしましょう、お預かりしますか、もうずっとこのままお持ちになりますか、はい、わかりました、ではのんさん皆さんにメッセージをお願いします、皆さん本当にあの見に来てくださってありがとうございます、さかなくんを半生を描いた映画となっているんですが、本当に皆さんの希望になるような、そんな映画になっていると思います、ぜひ楽しんでいってください。